まあ、最初に台本もらった時に、まあ、何よりもまあやっぱり僕の役が気になったんですね。というのはそのタモンさんがまあ僕の役なんですけど、実在した人物ですし、まあ、このお話自体も実際に歴史上で起きた話なんで、まあ、その辺がやっぱり一番僕は気になってましたし、で読んだ時にやっぱりまあもちろんそのいろんな捉え方ができる内容ではあると思うんですね、特に我々日本人にとっては。ただまあタモンさんっていう人がものすごい力強い人でしたし、その人のことを調べれば調べるほど魅力的な人だったので、その部分でやっぱものすごい何ですかね、思いが強くなりましたからね、この台本に対して。そうですね、今もまあ例えばブルーバックで、まあ、アクションのシーンではないですけど撮影してたり、昨日も一日、まあ、ブルーバックの前で撮影して、まあ、昨日はちょっとだけ動きのあるシーンもありましたし、でそういうの見ててもうなんかこう何が起きるのかなって僕自身もちょっとまだ想像しきれてないんですけど、まあ、きっとそのダイナミックなその戦いのシーンだったりっていうのは、まあ監督もやる気があってこうものすごい力でやってると思うんで、それはものすごい楽しみですし、そうですね、他のアメリカの方たちが撮ってるシーンっていうのも僕自身は楽しみにしてるんで、きっとそれは力強い映画になると思いますね。いやもうな、本当に今乗った小さい船とかにしても、その土井さんがやっぱこれはすごいよって言ってるんですね。やっぱりその本物の人が見てもものすごいきちっとできてて、それで僕も乗りたいなっていうぐらいに土井さんも言ってましたから、それぐらいやっぱりだから本物の人が見てもなんかもうきちっとしたものが出来上がってますし、僕自身も乗ってて、やっぱりあ、なるほどな、土井さんがそこまで言うんだからもうこれ間違いないんだなって自信持って乗れますし、まあ、もちろん僕が素人目に見てもすごくクオリティは高いですし、まあ、こういう衣装にしても何にしても全部がその当時のものをきちっと再現してるんで、はい、自信持っていいものだと思いますね。